高く泊まりすぎな役職人が多いかなっていうだけ、気に入らないだけ。不満あんなら圧倒的に結果出せばいいと思うし、周りに対して発言とかできるのって思いますけどね。そもそも通じないやつが反発してきたところで、もう聞く気もないのよ、こっちからしたら。多席にしてんなってイメージ。多席？疲れ。従業員からタレコミでユウシさんが、LINE グループで暴れてるって言われて暴れてないよ別に。俺のいない日だったんだけど。あ、そうなの。修例で、まあ、幹部普通に仕事してなすぎ、売り上げ低すぎって言って、なんかソファー側座ってるやつが別に対してちゃんとやってねえんだったらみたいな、おかしいだろうって切れた。過激というかどちらかといったら温厚派っていうんですかね。イメージがあったんですけど、最近変わったんですか？変わりました。まあ、本人は別に外に出すとか人に怒るとかするタイプじゃ全くなくて、それで結構それこそイメージ通りで温厚で結構こうおとなしいタイプではあるんですけど、結構でも暑いところは本当は結構暑くて、だからこそもっと売りたいっていうので横方に移動してきて頑張ってるんですよ。引き込んで、本店来たのはいいものの壁にぶち当たりましたね。まあ12だったんですよ。ランカーメンズになんかどうやったら勝てるんだろうっていうので頭抱えちゃって、いやその中で頑張りすぎてあいつなんか本当にご飯吐いちゃうとか、ずっとなんかそれぐらい追い込んでストレス溜めてでもやってるんすね。ちなみに、ヘベルシーでやってて、それを知ってて、その中で同じ幹部じゃない方がいいってなって言うし、下にヒラに降りたいっすって言ってきたのよ、幹部会で。逆に？そうだよ、俺ヒラに降りていいっすかって言われて、なんでって言ったら、いやなんか正直言ってこいつらとってか副主任とかその人によるけど、なんか一緒にされたくないですみたいな。正直そこに関しては、まあ、もちろん考え方で言ったらガキな部分ももちろんあると思ってるから、俺はそこに対して怒ったりとかめっちゃ言って、じゃあもうはっきり言えよみたいなって言ったらスイッチ入っちゃって暴れ出します。そういうことですね。いい意味で暴れてるよ。で普通に出していい表にって言ったの俺が。っていうのを聞いて、この間じゃあ撮ろうと思って来たら、ユウシさんが旅に出てたみたいで撮れなかったんですけど、どれくらい休んだんですかね。言うても全然休まなかった。 LINE もちゃんと来てて、普通に自分の有給分をちゃんと普通に消化して終了。だから何も悪いことしてない、普通の人。ルールも破っても何でもない。なんか旅に出たのが理由があったとかってないの？さすがにそのなんかやっぱこう突き詰めすぎてしんどくなっちゃったんじゃない？LINE グループがね、バチバチだぞっていう恥ずかしい話を聞いて、まあ、前から思ってたことではあるんですけどね、そこは。本店で数字作ったりとか、いや本店で今半年ぐらい働いてるんですけど、地盤がちょっと、まあ、でき始めてきたから、ちょっとそういう発言だったりとか、まあ、不満点じゃないけど、これどうなんですかみたいなのは言うようにはなったかもしれない。大体みんなそういう幹部室とかに自分なりの不満持ってると思うんですけど、ユウシさんの不満って幹部としての仕事の内容なのか、それとも数字とか売上とかいう部分なのか、なんかその不満を持ってる内容としたら、もう俺は副主任だから主任だから、何でも OK でしょうみたいな感じで好き勝手やってるメンツもちょっと嫌かなっていう。あ、いるんですか、そういう。あ、いるいる、全然何人かいる。まあ、簡単に言っちゃえば、まだそんなレベルでもないのにお高く泊まりすぎな役職人が多いかなっていうだけ、正直。でもじゃあそれを誰が
指摘すんのって言った時に、多分下の子はできないから、今一緒の役職にいる自分が、お前実はそんなもんじゃない、そんなレベルじゃないよっていうのをもう気づかせようかなって思っただけ。頑張ってる役職人と頑張ってない役職人のもう差がひどすぎて。結構ひどいね。そう、そこに怒ってるだけ。だって俺だったら普通に副主任以上の役職任されてて、ナンバーとかで官房さとかリーダーとか、ましてやメンバーとかにナンバー負けたら、普通になんかもうヘラヘラしてらんないもん。あー、確かに。それがダサいっていう話をしてるんだけど、自分のなんかイベント月だけあげればいいとか、この月は官房さとかに負けてしょうがないとか、そういう心情が気に入らないだけ。副主任以上のメンツならナンバー10普通に当たり前に入れよって思っちゃうだけ。俺がこの前そのグレチで起こったのは、はい、その揺れてない副主任とか、あの修練中ってさ、あのそこを座るじゃん、後ろのソファに。で俺が、まあ、俺は時間通り行ったんだけど、修練始まる5分前に来た時にもう官房さとか売れてない副主任とかでもう後ろのソファが埋まってたの、うん、なんでこんなぎゅうぎゅうになってまで座ってんだろうって思って、なんか俺からしたら全員丸椅子じゃねって思って、それで怒った。違いが分かんなくて、副主任とか主任メンツのこと俺がもう好き勝手言ってるから、しょぼいとかザコイとか言ってるから。俺言うし思うよ、土産で言ったら今勝ってる勝ってるのもあるけどさ、まあ、それ向きにしてなんか好き勝手言ってるから、いやじゃあ別に自分が上がればいいやんと思うから。あ、誰が元気が俺が思う、じゃあ言うし。あ、俺かい、友達。あ、俺が上がるの。俺が副主任どうこうっていうのは、じゃあ自分が支配になればいいやん。俺が支配に上がればいい。そうそう、主任とかになればいいやん。あ、いやだ、主任になっても俺は主任にも不満があるから一緒やん。支配になるから支配。お前めちゃめちゃかかるで。1個上がるのに6ヶ月でしょ。1年かかるよ。え、だから2個でいいって。じゃあ俺は1年間我慢しなきゃいけないの、支配に上がるまで。半年で1上がれるくない、飛ばして。いやお前、あ、ぶっ飛んだ数字売れば。いやむずいな、なかなか。それは勇者弱いから。じゃあさ、3ヶ月1000万売ってもさ、あの副主任の枠に留めてくるわけじゃん、はいはい、じゃあ周りの副主任にもそれ相応の同じ価値は求めちゃうし、はいはい、正直。そうそう、だからそれになんか伴ってないやつが多いなっていう。だから言うっすよね、はい、なんかそれをこうちゃんと人に言ってるの、みんな副主任で言ってる、言ってるよ、あの言ってるっていうか、あの自分の宅でシャンパン入れて呼び出す、売れてないから飲んでって。こいつ俺に負けてるくせにね、なんか簡単に言ってくるんだよね。そんぐらいあげればいいじゃん。でも好きかって言わせてる副主任、僕含めて、うん、もう良くないなと思いますけど。言わせてるんですか。結果で負けてるから言っちゃってるのかな。確かに。でも副主任いやポーズ、これ今副主任で言ったら1番、うん、2位ですかね。正論だから、はい、なんか誰も言い返せない状況というか。あ、そのなんか結果出てないのにどうこうとか、結果止まってないとかあるじゃないですか、うん、それはめっちゃ思いますけど、なんか有志自身も別になんかやれてないとかサボったりとか裏でタバコ吸うとか、僕は結構あると思う正直、うん、だからまあ不満あんなら圧倒的に結果出せばいいと思うし、まあ、僕もまだ結果出てないからあれですけど、有志がじゃあ完璧かって言ったらそうじゃないと思うんですよ。サボるっていうか、その、まあ、大事だと思うんですよ。休んだりとか、うん、まあ、人によってはメンタルとかどうこうってあると思うんですけど、自分がミスに対して思うこととかあるなら、自分がじゃあもっと良くしたり完璧に自分がしていかないと、周りに対して発言とかできるのって思いますけどね。有志からしたら、なんでお前が副主任みたいなあるんですよ。まあ、順位的に言うと3ヶ月連続1000万は大体、うん、主任よりも気持ちもしかしたら上かもしれないくらいですか。そうですね、うん、って思うから結構いろいろ思うことあると思う、うん、ただじゃあ自分が上に対してとかミスに対して思うなら、じゃあなんかその旅行ってるとかどうこうそうやってサボってる場合じゃないなと思うし、上に対して思うことがあるならじゃあ支配人
とかクラスの数字出せばよくないって思う。まあ簡単ではないけど、うん、って思う。うるせえ。なんか来た。うーい、水用意してくれてんだよ。いや、水じゃねえよ、飲んでみない。なんだこれ、これウォッカじゃねえかよ。らしいだろ。あ、元気はこれで酔うんだ。へえー。その日の営業に酔う。元気でギリじゃない、俺になんかその言えるっていうのは、うん、まあ、数字は俺もナンバー10はキープしてるし、うん、そう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 、数字が全部じゃないなと思うけど。ああ、いや俺は数字は大事だと思う、正直。じゃあそのなんかその暴れてる本人の俺から言ったら、そもそもじゃあ元気は数字があるから意見聞こうってなるわけじゃん、うん、そもそも数字ないやつが反発してきたところで、もう聞く気もないのよこっちからしたら。うん、やっぱりある程度数字はないとそんな意見も言えないのかなっていう。でもそれだったら連さんしか意見言えないから。いやだから俺はそれでいいと思う、ぶっちゃけ。え、ぶっちゃけね。え、じゃあぶっちゃけ俺も含めてよ、俺も含めてこの店でお前らこうしろよとか、これがこれ言うとかダメだよねって言える人っていうのはぶっちゃけ代表とかお手屋さんクラスしか言えないのかなとは俺は思ってるよ。だから俺自身もその意見を言えないとは思ってるのに、俺以下の人間がその好きかって言うから、それってどうなのっていう話をしてた。そうそうそう、下の立場から見えることもあるから全部意見大事だと思う。その中で取り入れるとはもちろんあるないわけ、まあ、なんか違うなって思ったらそれを意見言うのはいいんだけど、じゃあ数字ないメンツが副主任っていうポストに座って、その副主任っていう役職を盾にしてなんか下の子に横暴にするのは違うかなって思うわけ。横暴にしてる。あ、そう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 。勘違いしてる系じゃん、それってどっちかって言ったら。あ、そうそうそう。あ、そうそうそう。だから、勘違いすんだよって話。うん。え、それ言い方も、それはわかるよ。うん。それなんか、ユースの言い方的に、いや、お前数字ないから何も発言すんだよみたいな。ああ。俺はそれは気に食わない。まあ、俺らは俺らで副主任とかこうやるけど、ユースはもっと上げて上に行けばいいと思うし。いや、上に行きたいと思ってるよ、うん、でも上に行った先、じゃあ主任メンツもまあサボってるじゃん、正直。だって人もいる。え、俺もそうだよ、別に。じゃあユースに圧倒的に勝ってる数字じゃないし、まあ、副主任同じだけど勝ってるわけじゃないけど、そんなに下とか上に言うなら自分が上に行って。え、じゃあさ、俺がさ、俺が勝手に副主任、今は副主任じゃん俺が、うん、副主任から主任支配人って俺が上がってけば済む話なのこれって。じゃあそれって俺が勝手に上がってくだけで、副主任、このイグドラシル本店っていうお店の副主任っていう役職の敷居は上がらないじゃん。俺が副主任、俺が副主任だよねって言い続ける方が副主任のレベルも上がるくない、この店の。うん、だからその売り上げとかはもうみんなに今まで言ってんじゃん、レンさんも言ってるじゃん、この今の役職でこの数字はって言ってるから、その話はしてるじゃん。自分の役職に合った発言をしろよっていう話をしてんの俺は。副主任だったら副主任に許されてる権限内で発言しろよ、メンバー陣だったらメンバーの中で許されてる発言を してって話をしてるの。店に文句言います、下の子に高圧的な態度取りますってなってるけど、なんか自分はじゃあその副主任相応の仕事をしてんのって話をしてるの、その人たちが。それって数字でいいんですよ、数字だったりとか店の貢献度全部。正直俺はもう融資よりヘルプついてる人もいる、副主任で店に。うん、で融資よりちゃんと出勤して勤怠いい人もいるよ、うん、だからそこに関して数字だけで言うのは違うってね。え、でも俺はその貢献度で言ったらヘルプとか全部含めてじゃん。うん、まあ、数字あるかもしれないけど、それ以外の部分ちゃんとしてんのかっていうところは俺は分からないです、融資は。それ以外ヘルプとかちゃんと出勤してんのかとか。ちゃんと出勤っていうのはその俺があれでしょ、休んだ話をしてる、休んだっていうかその1週間ぐらい EP みたいな扱いになったから。うーん、まあ休んだりとか遅刻とかも多いと思う、俺はね、印象的に多いなと思う。いや遅刻はないよ、だってそもそもの出勤時間が遅いから。俺はその
なんか自分を正当化するわけではないけど、なんかそういうメンツともう会話したくなくて、なんかそのなんか適当にやってるやつと会話したくないのよ。だからそれで出勤したくないって言って、勤怠が乱れたのは認めるけど、俺のことをそうしてんのはお前ら副主任とか主任メンツだよっていう話。別に俺だって普通に出勤したいよ。でもその副主任メンツと並びたくないから、俺は会話もしたくないし出勤もしたくなくなるよ。多席にしてんなってイメージだけど、俺は多席出勤してないのは自分のせい。でも周りの空気感とかを全部我慢してそのまま出勤し続ければいいやんって話をしてるんでしょ。我慢してっていうか、そこの影響受ける意味なくない？受ける必要ある？いや受けちゃうんで。ちょっと少しのレイヤーの部分。いやそれは、いや違う分かる、絶対分かる。お前は、いや分かるよ。お前は元気だったら絶対1000万売り続けたら、自分は1000万売り続けてるんだよ。でも周りはそうじゃないんだよ。周りは200、300万ぐらいで同じ役職にいる苦しみが絶対に分かる。いや俺はそれで意識して分かるよ、絶対分かる。でも売ってる人いるじゃん、もっと上には上がいるじゃん、ここの店には。あ違う違う、でも役職は一緒じゃない。だそこの役職の期間っていうのはもうこの店のルールだからしょうがなくて、それまでにそこの基準に満たせばいいんだっていう話。自分が上に行けばいいじゃん結局。だったら、あもちろんそれは自分が上に行くことは大前提なんだけど、今は無理だから。そう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 、気にする必要ないやん、そこって。別にそれで病んで病む休む必要ある？いやそこは気になるんだよ絶対に。俺は気になるんだけどね、結局上に行くしかないと思ってる。じゃあ違うよ、それはお前が今同じ役職で元気よりも上の俺がいるからだよ。俺はじゃあ今の役職で俺より上っている？だから同じ理由いないんだったら、じゃあ音谷さんとか蓮さんとか見るしかなくない？いや見てる見てる見てる。それでいいじゃん、なんでその下を見てさ自分が休む理由。いや下は見ないけど同じ立場のやつらを見ちゃうの俺は。いや複数人だからですよ。あ、そう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 。その会話してて思ったのが、元気と俺の違いは別に周りからマイナスに見られてもいいの。いやそこじゃないよ、俺も別にどう思われてもいいんだけど、店のことを考えたらお前いらねえ発言すんなよとか言う必要なくないって思う。俺もどう思われてもいいけど、人のこととかも大事だと思うし、みんな大事だと思う。でもお前発言すんなよとかが違うってこと。嫌われたくないとかじゃなくて、そいつらにも発言する権利はあるよねって話。その立場からしか見えないことがある。まあそれはあれじゃない、俺と元気がお互い本当に1ヶ月違いぐらいの移籍組だけど、前の店の違いじゃない。俺は何か意見言いたい発言したいんだったらまず数字持ってこいよっていう店で育ったから。まあだから元気は現代的なんだよね、考え方が。じゃあ俺が古いんだ、古典的な。うん、多分わかんないけど、元気は誰でも意見を言える、人権が誰でもある世界を店の中で作りましょうって意見じゃん、大雑把に言うと。でも俺は発言権あるメンツは絞られるべきだよねって思っちゃうタイプだから、その逆にじゃあその発言権を得るために数字を上げましょう頑張りましょうっていう派なの俺は。いや数字上げるまでにさタイムログがあると思う。誰にでも権利を与えちゃうと、いやわかるよ、サボるのよ、うん、全員が。だったらそうなるぐらいだったら、その店を変える、店に物申せる権利を得るために頑張りましょうって思っちゃうのが俺なの。意思結構追い込んでるから、はいはいはい、自分を、あ、はいはいはい、マジで耐え切ってほしくて、耐え切ると本当に見える世界が変わるの、はいはい。僕は主任に上がりたい、もちろん上がりたい時もあったんですけど、うん、その前ほど上がりたいとは思ってなくて、なんかその理由は